つやってみろ。コツつかんだみてえだな。もう一丁だ。十分慣れてきたみてえだな。こっちだ。やってみてくれ。早くしろ。じゃねえか。どうだ。よし、次はこれだ。うんげえな。もうコツつかんだのか。次はこれをやってみろ。捨てらんねえな。最後だ。受け入れてやるよ。おめえなら勝だったな。
ないんじゃない？40点くらいは上げてもいいかな。セルに比べればまだまだって感じだけど。なるほど、急激なパワーアップはセルを食べたからですか。むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね。あら、そんな言い方かわいそうよ。彼なりに頑張ったと思うわよ。ただ自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない？暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで地獄で発生しなさい。普通の攻撃ね。おいしくない。おいしい。やっぱりクローンと違って本物はいいわね。鮮度も味も比べ物にならない。さてと、孫悟空たちはどんな様子かしら。
いつの間にベジータまで目覚めたのかしら。私に対抗するために味方を増やしているのね。動けないうちに食べようと思っていたけど、これはこれでいいか。お菓子だって新鮮で生きがいい方が美味しいもの。早く食べたい。でもダメダメ、どうせならもう少し我慢しないと。もっとパワーを引き出せるようになればきっともっと美味しくなるわ。そのパワーも断末魔の悲鳴も全部スパイ。